どうもこんにちは、まごころです。今回はね、この折り紙キング謎のなんか折り紙部屋みたいなとこに来て、ちょっとストーリーになんか関係ありそうな重要そうな場所なんだよね。そこからやっていこうか。ここは地下室、折り紙だらけだねと、折り紙のジオラマみたいなのも目の前に置いてあるね。この家の人よっぽど折り紙が好きなのかな。敵だよな。この世界情勢見るに敵だよな。わあ、懐かしいですわ。何君。敵じゃん。オリビア敵じゃん、これ。ただいま?そうなるよな。さすが兄弟、息ぴったり。そうです。この部屋は私が生まれたところ。え、何?生まれたって。折り紙製造施設みたいなこと?敵の悪のこれもう本拠地じゃん。ここ潰そうぜ。私はここで折り紙が上手な兄上に折ってもらったんです。え、折り王が折ったってこと?もうそれじゃあ、子供じゃん。兄弟じゃないじゃん。おかげで私には命が宿り、こうして動いたり喋ったりできるようになったんですわと。いや、ちょっと待って。なんかさらっと言ってるけど、折り紙上手でも命を与えることはできないよ。普通はできないよ。ちょっと待って、オリビアを折った兄上も折り紙だよね。うん。じゃあその兄上を折ったのは一体誰なんだろう。さらにお兄ちゃんの長男だろう。次男だったんだろう、オリー王は。次元の狭間に閉じ込められています。誰かいますわ。兄上を折った誰かさんなのかも。この家の人、何?また次元の狭間?何でも次元の狭間と魔法陣で解決するゲームだからな、このゲーム。調べる。これ全部折り紙でできてるみたい。すごい。真ん中のお城とかすごいね。折り紙でできるレベルなのか、あれは。ん?調べる。私はここで兄上に折ってもらったんです。懐かしいです。じゃ、声の主探さなくて大丈夫?まさか、娘だったとはね、オリー王の妹じゃなくて、狭い暗い。きっとこの壁の中、助けてあげたいですけど魔法陣はどこかしら。上のなんかあれ怪しいね。兄さん見て、本棚の上に怪しい本があるよ。お前のジャンプ力で取ってきてくれ、ルイージ。頼むぜ。でも高すぎて普通のジャンプじゃ届かなそうだね。あ、ルイージをじゃあ足場にするってこと?オッケー。叩いて?なんで?どうした?急に。普通このなんか、協力プレイでさ、一人が足場になって高いジャンプするとかそういうやつじゃないの?こういうこと?いいよ。あ、なるほどね。さらに俺の上の発想を行く兄弟。やるね、やっぱ。兄弟なだけあるわ。コンビネーションができてる。ん?これでいいの?この中に魔法陣ってこと?調べる。命折りの極意。何それ?命を折るみたいな。命折りとは熟練の技を持つ職人だけが修練を重ねて得得できる。折った折り紙に命が宿る。やばすぎでしょ。それいかんよ。え、鋼の錬金術師読んだ?命を作るっていうことがどれだけ重いことなのか。そんな簡単に折り紙程度でやっていいことじゃないんだよな。命折りをしながら念じることで折り紙に人格が生まれ、意志や感情を持つようになるだろう。怖いな。ゴーストじゃん。命折り、私や兄上はこの命折りで折られたの。怖いて、命折り。何?あ、魔法陣ね。便利。じゃ、この逆命折りみたいなのもあるんじゃないか。折り紙の命を殺す。命折り。それで折り王をもう一回折ってあげるといいみたいな。ちょっと怖い展開。さあ、これを引っ張ると。お?キノピオなの?熟練のき、厳重ね。で、これ剥がしてあげると、その熟練の技を持つ職人ってこと?これが。おー、折り紙持ってる。あ、マリオさん、助けていただきありがとうございます。あ、マリオのことは知ってるんだ。私はここで折り紙を折りまくってる折り紙職人です。正直、マリオより全然すごいけどね。新しい命を創造できるっていう点において。神の領域だからな。折り紙職人さん、もしかして兄上折りました?オリビア、まさかオリビア、あ、知ってるんだ。一体誰に折ってもらったの?オリーは一緒じゃないの?あ、世界情勢のことも知らないんだ。オリーなんかすごいことになってるよ。はい、それが兄上は。てか、あれか。オリー王はさ、キノピオに折ってもらったのに、キノピオのことを恨んで恨んで仕方ないんだ。そうか、オリーがあちこちでそんなひどいことを。
私がオリーを折ると命が宿ると同時にいきなり怒り出して私を壁に閉じ込めたんです。やっぱダメな領域じゃないか、その命を作り出すって。簡単に手を出しちゃいけない領域だったんだよ。それは神の域に踏み込んだこの折り紙職人、ちょっと危険だな。こいつ危険だな。どっか閉じ込めとくべきなんじゃないか。その後オリビアを完成させ、折り紙に使う道具たちと一緒にここを出て行ったんでしょう。折り紙に使う道具たちと一緒に、文房軍団ってこと？文房軍団もここ出身なの？色鉛筆と輪ゴムとパンチ、折り紙に使ってないよな今んとこ。折り紙職人さん、そもそもどうしてオリーを折ろうと思ったの？まあ、命作り出せるとかすごいもんな。私は折り紙祭りのメインを飾る出し物としてこの折り紙城を準備していたんです。はあ、折り紙祭りってあれか、キノピオタウンで行われる予定だったパート1で、このゲームの最初の最初でやってたやつか。そして城の主として折り紙の王様オリーと妹のオリビアを折るつもりでした。そこは女王様じゃないんだ。なんで？ピーチに忖度してんの？ピーチを目の前に新しい王女様をなんか作り出すのはちょっと気が引けたのかな。でも私の代わりに折り紙のオリーがオリビアを折っただなんて。私の職人技で生まれたオリーもまた命折りが使えるということか。あ、じゃあどんどん新しい折り紙なんか作ってんじゃないの？違うのかな？この騒ぎの原因が私の命折りだなんて責任を感じる。本当だよ。本当本当。それはマジで本当。命を作り出すっていう行為の重さをちょっと考えてほしい。職人さん、私は命をもらえてとっても嬉しいけど、ちょっとまずいんだよな。綺麗なものもたくさん見れたし、楽しい思い出もいっぱいできて、たくさんの素敵な仲間とも出会えたんですもの。一人死んじゃったけどな。だからひどいことはやめて、みんなで仲良く暮らせるように兄上と話をしたいんです。説得に応じるやつなのか。そら、そのためにはピーチ城の鍵を、ルイージ一緒に旅しようぜ。もうこうしちゃいられない。ピーチ城の鍵を探さなくちゃ。みんなまたね。さっきの協力ジャンプができたらだいぶ楽なんだけどな、攻略。そういえばさっきルイージさんがくれたダイヤの鍵って何かしら。意外と、いつも大事な鍵だったりするから、あれもきっとそうなのかも。海の底に眠ってるダイヤのなんか施設みたいなのがあったんだよね、建物が。その中に入るための鍵と。もしかしたら紫のテープと関係あるかもしれません。もうちょっと大海原を調べてみたら使える場所があるかも。もうすでに探し終わってるんだよね。でそこに行く前にちょっと本とかね、ここ部屋読めるっぽいから、ちょっと読んでいこうよ。オリビアはマリオさんとの旅で優しいだけじゃなくて、とても強くなったみたいだね。3体の神の力を手に入れたからな。まあそのある意味ほんと強くなってるよ。うん。俺オリビアに逆らえないもん。オリビアにちょっと不信感抱かれたら俺殺されちゃう可能性あるから。3体の神の力で。私は折り紙を折るくらいしかできないし、オリーのことは君に。いや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 、新しいオリビア、オリビアというか新しい折り紙なんか折ってくれよ命。マリオさん、引き続きオリビアをよろしくお願いします。いやいやいや、折り紙職人がさ、もっと強い折り紙折ってくれたらいいんじゃないの。命折りで新しい仲間とか折ってくれたらだいぶ心強いんだけどな。それこそオリーオンみたいな魔力を持ったね、強大な折り紙の仲間を折ってほしいんだけど、してくれないの。しかしこんな重大なキノピオがいるとはな、ちょっとほんと危険だよなこいつ。またこいついつ第2のオリーを生み出すかわかんないからな。ちょっとだいぶ警戒しといた方がいいよね、キノコ王国は。このキノピオ監視しとくべきだと思うわ。これが折り紙城。こんな素敵なお城で兄上と仲良く暮らせたらとっても楽しいのにな。オリーはどうなるんだろうね、この後。なんで怒ったんだろう。急に怒って、命生まれた瞬間怒ってたんだよね。ハンマ裕次郎じゃん。でも本が読めて、折り紙祭りガイド、折り紙だらけの祭典、楽しい折り紙祭りがキノピオタウンにて開催される。プロの折り紙職人による情景折り紙、折り紙城も展示予定。まあ、確かに展示物としてはすごいよね、このお城は。面白折り紙入門、監修折り紙職人、蝶々やお花など定番の折り紙になれたら、次は面白折り紙に挑戦しよう。カメックの杖、マリオのハンマー、ピーチ姫のティアラ。難易度 ABC。 カメックの杖は簡単なのかな。ティアラとか難しそうだね。紙の選び方、折り紙を折るにあたり紙選びはとても重要である。渾身の一作を折るときはお気に入りの特別な紙を使って素敵な作品に仕上げよう。もしかしてオリーあれかな、俺を折った紙は全然いい紙じゃなかったみたいな感じで怒ったとかない？大丈夫？怖いんだけど。あ、ん？これあれか、玉座か。ここに置いてあるのって紫の玉座と白い玉座が置いてある。
何起こってるのかしら。自分を折った髪があまり質が良くなかったとか、そんな感じね。魂を込めたやつはいいものを使おうって今書いてあったもんね。便利な道具、はいはいはい。え、いる、あ、やっぱ文房、え、文房軍団もここ出身なの。あいつマジ大悪人じゃん、やばいって。ちょっとキノコ王国あいつマーキングしといた方がいいよ。折り紙職人いつほんと第2のこの事件起こすか、引き起こすか分かんないからね。だいぶ気をつけた方がいい。折り紙に直接絵を描き込んでリアリティを出す。輪ゴム、バラバラになった折り紙を束ねておくのに便利。あー、まだあるんだ。パンチ、アクセントに穴を開けてみよう。くれぐれも顔に開けないように俺何回も開けられたわ、ほんとやられたよ。ホッチキス、最後の仕上げに合わせ部分を留めておくと丈夫になる。あ、やっぱりこの紫テープのエリアのボスはホッチキスなんだ。はいはい。あれ、ハサミが書いてない。禁断の折り紙、ハサミにも出てくるんだよね、ボスとして。緊急スクープ、折り紙界最大のミステリー、すごいことが起きる禁断の折り紙。その折り方は複雑で膨大な手間がかかるらしいが、果たして真相は。禁断の折り紙、命折りがもうすでに禁断なんだけどな。禁忌の術なんだけどな、命を作り出す。それよりももっと禁断の折り紙があんのかな。オリーがおそらく、まあ最後使ってくるんだろうな。超大技みたいな感じで、禁断の折り紙。じゃあ船戻るか。とりあえず、この事件が終わったらピーチ姫にここのこと密告しとこう。ちょっと待って、どうした？オリビア、このメモを持っていってきっと何かの役に立つから。これは？ありがとうございます。いいものもらっちゃった、それじゃあ行きましょう。いや、ちょ、俺に教えてよ。嘘。なんで？ここに来てオリビアとのなんか信用関係薄れたんだけど。なんで俺に教えてくれないの？マリオ、信用されてない？オリビアにここに来てまさか。嘘だろ。教えてくれないんだ、本当に。気になるじゃん。最後の最後で明かされるみたいなことなのかな。じゃあ行くか。なんかいろんなことが起きて、なんかキャプテンピオもうちょっとなんかキャラ薄らいでるような。本当はもっと濃いキャラなんだけどさ、キャプテンピオって。なんか、地味だよね。今となっては。あんまり何もしないしね。じゃあ一旦お宝とかもいっぱいあるんだけど、まあ、物語をちょっと進めようっていうことで、ダイヤのなんか建物の中に入ってみようか。鍵も手に入ったしね。さあ、これでダイヤの鍵を使うと、これか。中に入れんのかな？それとも何か起動するのかな？おー、いいね、ぴったり。握る？回す？あ、はいはいはい。向きが合うようにするのか。真下にこうしてあげると。おお、なんか怖いね、見た目。おお。ん？入ることできる。あ、中に入ってみますね。へえ、入れるんだ。大丈夫？ちょっと危険そうだけど。海原タワーにすぐ行くのかと思ったけど、ダンジョンがあるんだね。なんだこれ。え？思ったのと違う。うおー、すごい。草木生い茂ってんじゃん。もっとなんか人工的なとこかなと思いきや。あ？これあれか？氷神様みたいなこと？すごい、ダイヤの中がこんな風になってるなんて。木とかお家もあって、まるで島みたいですわ。島だよな。ついてきてたのか。海底に眠るダイヤの中に陸地とは、これはまさしくダイヤ島だな。ん？うわー、怖い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 。ダイヤの鍵を手に入れ、よくぞここへたどり着いたな。ここでは、力、知恵、勇気の3つの試練を受けることができる。ほーん、なんか話進むね。それぞれの試練を乗り越えれば、その証としてオーブを授か、あ、はいはいはい、これで3つのオーブを手に入れて、海原タワーに行くんだ。あ、違うの、後ろ氷神様とかなのかなと思ったけど、違うのか。では、幸運を祈る。どこからでも好きな神殿に入り、試練を受けてオーブを手に入れようと。オーブ、何それ、商品みたいなものかしら。うん、この3つでボスエリアに行けるようになるんだよね。さあ、ピオ行くぞ、お前。おお、ピオ、お前何もしねえな。ほんとついてきて、目閉じてるだけなんだな。じゃあ、ちょっと3つの試練行ってみるか。力、知恵、勇気って言ってたっけ？あれ違う？トライフォース？ゼルダの伝説でしょ、これつまり。キノコを売りします。あー、なるほど。結構難しいのかな。1個もらっとくか、キノコ。戦闘があるってことだよね。じゃあ、ちょっとここに座って、一息ついでに美味しいキノコはいかがです？さっき買ったよ。めちゃめちゃ売ってくるやん。俺がそんなにダメージ食らうと思ってんのかな？甘い甘い。まあ、さっとクリアしちゃうよ。じゃ、まずこれから行こうか。この魔法陣初めて見ます。オリビアでも初めて見る魔法陣。いろんな力が湧いてきます。これなら私、どの神様にもなれちゃうかも。はぁ、なるほどね。
はい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 、土神様で地面盛り上げるんじゃないの、それで中に入れるようになるみたいな、そういうこと。もうあれじゃん、試練を受ける前にすでに力がないと試練を受ける資格すらないってこと。俺はたまたま3体の神様の力持ってたけど、それがないと試験を受けることすらできないんだね。なにそっち、え、間違えた、俺入れなくなっちゃったあれ間違えました、今僕日神様が正解でした。ちょっと間違えたから下げたわ。え、これ穴が開いてるんだよね。じゃあ日神様使ってみる。火でどうにかなる話なのかな。うえー、火を吐いて嘘だろ、何も起きないとかあんの、まだいけないのかな。ちょっと待って、じゃあ真ん中のこのいかにも水っぽいところから行くか。頼むぜ、久々だな水神様、一番可愛い。おお、水を吸い込んで、あ、いけないよね。あら、どうしたらいいんだ。あ、でもこれはいけるわ、これ盛り下げたらすぐいけるね。なんかあるぞ左に。あ、え、これ氷神様いる、これ。あ、あれか、水で満たしてそこを氷で凍らせて足場にするみたいなことかな。日神様いらないじゃんかわいそう、一人はぶられてる。わあ、面白い山。あれ何かの動物、あれ、俺の予想では獅神、神様は獅神だから玄武、朱雀、青龍で、次は白虎の白い虎が現れるのかなと思ったけど、アイスベアか、これリス、ウサギ、鹿、違う、クマさん。あ、白クマなんだ。へえ、ここに来て俺の予想は外れた、獅神じゃないんだ。白クマさんに会えるかもしれませんわね。ほーん。